はようございます。めぐりんです。無事オートポリスに着きましたので、降ろしていきたいと思います。前回の走行にはショップさんだったり、知り合いが付き添いで来てくれましたが、今回はですね、一人で積載車から降ろして走行をして、また乗せて地元まで帰るっていうのがミッションになります。一人で全部ですね作業をするのが今回が初めてになりますので、不慣れな点もあるとは思うんですけども、どうにかこうにかですね無事に、乗せて降ろしてっていうのができたので良かったと思います。予定よりですね、出た時間が早かったために、到着時間もだいぶ早く着いたんですけども、周りがですねちょっと静かすぎてですね、ちょっとエンジンをかけて降ろしたりっていうのをためらうぐらい静かでした。ピットの方もですね、今回後でも出てくるんですけども、 86BRZ カップの練習車両が多くて、ピットがほぼ埋まっているような感じでしたので、ちょっと早めに出て、ピットを確保したっていう状況になってきます。ピットの方が確保できましたので、燃料の確認だったり、あとはシルビアの中に載せてあった荷物を、ピットに下ろすっていう形で、作業していってます。荷物も下ろし終わりましたので、走行用の052にですねタイヤの方を交換していきたいと思います。フロアジャッキやはりですね買ってて正解だったなと思います。フロアジャッキの方がだいぶ活躍しました。まずはですね作業のしやすいリアタイヤの方から交換していきたいと思います。リアをフラット化してるからですねすごく作業がしやすくてですね楽でした。今回いただいたですねエアインパクトがありましたので2台一応持ち込んで、使えなかった時用にですね、持って行って作業してます。今回エアラチェットもやっぱあると楽だなと、思いました。今回ちょっと忘れてた点がありまして、本当だったらですね馬を持っていかないといけないのをちょっと忘れてたので馬をかけずにちょっと作業をしてます。で今回に関しては、潜る作業はなかったので、まあ馬なしでも良かったのかなと思いますが、次回からちょっと馬をかけてからですね、作業の方をしていきたいなと考え方でした。
今回いろいろな道具をもらったりですね、あと借りる道具があったんですけども、やはり自前でしっかりと揃えた方がいいなと思いましたので、今後はですね、そういう工具類もちょこっとずつで、揃えて自分の道具だけで作業ができるようにしていきたいなと思います。一応ナットの方がですねチタンの方を使ってるのでできるだけ軽量化っていう形を取るようにしてます。あとは、テープの方なんですけども、前回走った時にこっちがリアだよっていう印をつけてたので、それを剥がして走行していきたいと思います。できるだけですね、手締めで、するように最初の方はしてました。あとはもうインパクトでビューンって締めてしまうんですけども、舐め防止にですね、ちょっと、手締めで行ってます。トルクレンチをかけて確認中です。この緑号なんですけども、サイドブレーキも外しているので、いつもだったら落ち着いてる時はですねギアを入れて、トルクレンチかけるようにしてるんですけど、ちょっとこの日はですねパタパタしてたというかですね、やっぱ平常心がなかったんでしょうね。ギアを入れ忘れてたので、後でもう一回ギアを入れてからトルクレンチをかけ方でした。フロントタイヤ側の方はですね、ちょっともう動画を撮ってなかったんですけども、フロントタイヤも052に変えて、走行できるタイヤの方に交換が終わりました。ホームストレートの方ですね、路面の方確認して、緑号の方に戻っていくところになります。今回はプラグがちょっとかぶり気味ということで、ショップさんで掃除していただいたレーシングプラグの、10番手にですねちょっと交換して今日は走ってみたいと思います。左からが1番2番3番4番と、結構やっぱかぶってるんでしょうね、真っ黒ですね。では交換していきたいと思います。下がですね掃除をして、準備していただいたレーシングプラグになります。今回10番をですね、つけていきます。一目瞭然ですね、真っ黒です。転がし用ですね、
ではつけていきたいと思います。燃料確認もしましたし、走行用のタイヤにも履き替えました。プラグも変えたので、これで一通り走行準備が終わったと思います。1本目は走り終えましたので、燃料がどれぐらい残ってるかの確認を行います。1本目でですね、やけにちょっとリアがフラフラしましたので、ショップさんに相談したら、カナードを外してみたらということで、午後からの2本目、カナードを外してですね、走ろうかと思って、カナードを外す作業をしています。左右を外してですね、走ってみていろいろと、ちょっと調整も兼ねてですね、いろいろ試してみたいなと思って、外したところでした。お昼ご飯はですね、浮かれ亭さんの、牛串とですね、おにぎり、あとはちょっと今日は暑かったので、アクエリアスとか水分をしっかりとって、少し休憩です。昼からの走行までにですね、ちょっと、時間がだいぶ空きましたので、2時間ぐらい空きましたかね。ですので、せっかくなので、緑号でサーキット内をうろうろと、してみようかなと思って走らせているところです。まずは最終コーナーの方にですね、向かってみようと思って動かしてます。あとは、オフィシャルの時にですね、ちょこちょこ通ってたところを通ってますので、懐かしいなと思いながら、緑号を動かしてます。ちょうどですね、最終コーナーに着いた時に、ヤリスカップで走られる車両さんたちがですね、ちょうど走っていましたので、ちょっと撮ってます。今回はですね、本当 BRZ86 のワンメイクレースと、あとヤリスカップの方々の練習走行が、台数が多くてですね、いつもの平日とは違ってすごく台数が多かったでした。2本目の走行が終わりました。カナードを外して走ったらですね、やはりふらつきの方はだいぶ軽減されて、やっぱりカナードがちょっと効きすぎてたのかなと自分は思ってたところです。あとはまたですね、燃料を満タンにして帰る準備です。今回もですね、無事に走り終えました。ちょっとタイム的にはですね、全然出なかったんですけども、リハビリの方楽しめました。走行後のタイヤになります。今回本当に 86BRZ カップのですね、練習車両が多くて、ショップさんからですね、ラインを外すとタイヤカスがすごいよっていうのは聞いてたんですけども、なかなかですね、ラインを避けることが多かったので、タイヤカスをいっぱいもらってしまいました。転がし用のですね、8番のプラグの方に変えてます。今回使わせていただいたピットを掃除して、帰宅となります。
無事地元の方に、帰ってきてですね、緑号の方を降ろしたところです。今回も本当に無事走行できましたので、また定期的にですねリハビリ走行の方を頑張っていきたいなと思います。あとですね、地元に帰ってきて分かったんですけども、右のリアブレーキがちょっと固着しているような感じがあったので、ふらつきの原因の一つなのかなっていうのをショップさんからも言われました。無事いつものところにシルビア緑号ですね、カバーをかけておくことができました。ちょこちょこっといろいろありましたけども、人間のリハビリができましたので、よかったと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。